皆さんこんにちは国立がん研究センター東病院の松本です今回は非小細胞肺がんにおけるマルチ遺伝子検査についてお話ししますがんの直接の原因となる遺伝子をドライバー遺伝子と言いますが近年ではこのドライバー遺伝子を標的とする分子標的治療が有効と言われております非小細胞肺がんにおいてもいくつかのドライバー遺伝子が見つかっており 左のグラフにに、示すように肺がんはいくつかのドライバー遺伝子によって区分されます。これらそれぞれのドライバー遺伝子に対する分子標的治療の成績は右のグラフが示すように生存期間がいずれも中央値が3年を超えるような成績になっておりしたがって肺がんの治療においてはまずドライバー遺伝子を診断しその結果に応じて 初回の治療薬を選択するようになっております。こちらは、現在用いられている肺がん診療ガイドラインになりますが、ここにおいても、ドライバー遺伝子をまず診断し、その結果に応じて治療薬を選択するという治療方針が定められております。ドライバー遺伝子には、現在6つの遺伝子があり、それらを治療前に全て診断してから、 治療につなげるという治療方針ができています。EGFR、ARC、ROS1、BRAF、MED、そして RED を含む6つがドライバー遺伝子として承認されています。従来は、このドライバー遺伝子を1つずつ検査する、いわゆる単一遺伝子検査法といって、つつずつを1遺伝子を1つずつの検査で行う方法が 取られていましたしかし2019年に次世代シークエンサーという遺伝子検査が承認されここに示すオンコマイン DX ターゲットテストマルチ CDX システムを用いることによって5つの遺伝子を同時に検査してその結果に応じて治療を選択することができるようになりました。しかしかながら このオンコマイン DX ターゲットテストマルチ CDX システムでは複数の遺伝子を同時に診断可能ではありますが若干検査の結果が返ってくるのに時間がかかるという課題がありましたその中で昨年 AMOIDX 肺がんマルチ遺伝子 PCR パネルという PCR を用いた迅速な遺伝子検査パネルが承認されました。このパネルでは 九つの遺伝子を PＣＲ 法を用いて迅速に同時に診断可能であり、その中で五つの遺伝子 EＧＦＲ、B ラフ、アルク、ロスワン、メットこの五つの遺伝子が治療薬の対象となります。一番の特徴はサンプルを提出してから結果が出るまでわずか一週間で出てくるという。 迅速な診断薬でありましてさらに検査成功割合は95%以上と検査サンプルを提出すればほぼ間違いなく結果が出るという検査法でありますしたがって現在では非小細胞肺がんの患者さんを診断した場合はこの PCR パネルを用いて複数の遺伝子を同時にかつ迅速に診断しその結果に応じて それぞれぞの分子標的薬を投与することとが可能となりましたこれらのドライバー遺伝子のみならず今後はまだ複数のドライバー遺伝子に対する治療薬が開発中であり今後もさらにドライバー遺伝子が増えていきそれに対する分子標的薬が承認されていくという時代においてこのマルチ遺伝子検査はますます重要なものとなってくると思われます。